はい、どうも皆さん、おはこんばんちはす。としあきです。それでは今回もポケットモンスターソードの実況をやっていきたいと思います。今回はとうとうね、ランク戦やるんですけれど、ちょっとね、ストーリー編でね、最終回ってもう行っちゃったんで、ちょっとだけやり残してたことがありまして、ちょっとそちらの、ことをね、ちょっと、今回片付けていきたいと思います。まずは、こちらラテラルタウンに来ています。こんなところにはしごがあるなんてね、見えんかったわ。そしてこのアイテム、非常に重要なアイテムがね、入ってるんですよね。まあ、回収しに行きましょう。対戦で使うんで。はい、ゴツゴツメット回収完了。これでね、うちのパーティーの誰かが使えます。あ、そうだ、あれだ、言い忘れてた。対戦動画だけ見に来たっていう人は、時間乗せとくんで、そちらへ飛ばしてください。はい、お願いします。次は、ここだっけか。まあ、エンジンスタジアムですね。このボールガイですね。はい。おお、チャンピオン、会いたかったボール。チャンピオンと仲良くなれば、公式公認、マスコットに、お前公認じゃないのよ。あ、そうそう、僕の応援で優勝できたボールね。だから僕のを忘れないように、記念グッズをあげちゃうボール。リューカードのスーパーレア、マリアが泣いて、喜ぶやつだ。RL ボール？ちょっぴりしわく、え？ちょっぴりしわくちゃなのは、みんなが欲しかったからボール、そうか。ノーマルだけど本当の意味でレアな、リーグカードボールよ。ってことで、ボール外のリーグカード、レア？え？レアじゃないんだ。普通のリーグカードか。まあいい、後で見ていきます。じゃ次のポイント行きたいと思います。よし、着いた。ガラル鉱山ですね。じゃあ、とりあえず。あ、こっちじゃないかな。トロコンが動いてますけど。こっちかな。あ、いました、いました、いました。必勝者。なぜこんなところに。あら、チャンピオン、鉱山で会うなんてね。私は、ローズ様の代わりに社会奉仕をしております。ローズ様、昔は炭鉱のお仕事もなされていて、私にとっては、むしろ、喜びなの。そう、嬉しすぎて、リーグカードあげちゃう。気にしなくていいのよ、私。ローズ様のリーグカードを100枚持っていますから。しかもすべてサイン入り。どんだけローズ様好きなんだよ、お前。ま、ってことで、ローズ委員長の、あれですね、ゲットできました。チャンピオン、無限ダイナを止めてくださってありがとう。私には、わかります。きっとローズ様にも感謝しています。ローズ様も感謝しています。ただ、あの方はガラルの未来を案じていただけなのです。じゃあ、リーグカード確認していこう。まずはボール街ですね。まあ、非常に可愛らしいと。サイン入り。マスコットキャラの着ぐるみを、勝手に作った謎のキャラクター。ボール街と名乗っているが、年齢はもちろん性別とかも謎だ。はいはい。あっちこっちで珍しいボールを配っている。これは団体行動ってやつなのかな。一人なのかな、全員。全部同じ人なのかな。どうなんだろう。謎のキャラクター。そもそもボールをどこで手に入れたのかも謎ですね。工場の人なんちゃうかな。そこは、まあいいや。じゃあ次、ローズ委員長ね。決めていますね。お腹出てますけど。なぜか秘書も映していると。ここどこだ？あ、シュートシティだな。間違いない。ガラルのエネルギー問題を解決するために、大昔、天変地異でいいの？とされる、ブラックナイトについて独自に調査していた。行動こそ正義と、ポリシー、え？行動が正義とのポリシーから説明もないまま物事を決定なさいますよ。あ、これ、秘書が書いてんのか。良 くも悪くも、彼の、ワンマンが、マクロコスモスグループを大発展させたのです。はいはいはい。いや。まあ、こんな感じですね。まあ、やり残したのはこんな感じなんじゃねえかな。まだ残ってたらね、今判明してるのはここまでなんで、残ってたら次回、またね、冒頭にぶち込みたいと思います。あんま、あんまこん、あの、対戦動画なのに、
こんな、関係ない部分をね、あんまりいろいろぶち込みたくないんだけど。ああ、もう、5分以上かかっちゃったよ。はい、とりあえず、人通り、やり残したことは、多分片付けてきたんで、ここから本編です。すいません。お待たせしました。としあきというものです。今回からね、ソード&シールドから、初の、対戦実況というものをね、やっていきたいと思います。ランクバトル、かな？はい。初なんでね、本当に何もわからないです。まあ、ちょくちょくはい、この通りね、初めてなんでこれが出ます。ちょくちょく対戦動画とかたまに見ますけれど、環境とか、今どういうポケモンがいたり、どういう戦法があったりとかあんまり詳しくないので、はい。そして私は大して強くないゆえ、ちょっと温かい目で見ていただけると幸いです。はい。特別なポケモンとか使えないと。まあまあまあ、OK。あ、あとシリーズもあるんですよね。多分今シリーズそろそろ終わるんじゃないかなと。ランクが違う、あ、じゃない、ランクが近い人と対戦するらしいですね、今作。はい。ビギナーですね。ランク更新ができるんだ。シングルバトルです。バトルチーム、まあいいでしょう。私めちょっとね、日本語が若干変な部分が出ちゃうかもしれないので、申し訳ありません。はい。ちょっとあまり慣れてないんでね。日本語喋り慣れてない。では、こちらのパーティーでね、今回潜っていきたいと思いますよ。あれ、ストーリー見てる方からすると、あれなんだこのパーティー、なんでなんだろう。ちょっと待って。野生のポケモンで行きましょう、BGM は。あれなんでなんか旅っぱとなんで同じなんだということなんですけど、はい、こいつら実はスタメンのポケモンたちと完全に同じ構築です。はい。S バーン、カジリガメ、アーマーガ、フォックスライ、ブリモンとジュラルドンになっております。まあ、ちゃんと育成してます。わーお、3体だ、いきなり。自信ありだな、お相手さん。ルイさんかな。バンキンマニューからのギャラドスか。どうなんだろう。バンギはステロとか巻いてきて、あとは、後ろのマニューラとギャラドスで制圧してくる感じ？まあ、ギャラは竜舞型だと思います。多分。竜舞からのダイマックスで全抜きしてくる感じなんかな？わかんない。まあ、こちらの戦法としてはどうしようか。先発はジュラルドンから行きましょう。先発ジュラルドン。後ろにエースバーンを積まして、ラス1ですね。ラス1は、どうしようか。お相手さん3体とも物理っぽいんですけれど。かじり亀あたりで行こうかな。よし、ではこの3体で行きたいと思います。お願いします。対戦お願いします。緊張するな。全然喋れてないの申し訳ない。まあ、リーグカードをね、こんな感じで確認できるんですけど、相手さんはこれ図鑑コンブしてる人ですね。よろしくお願いします。まあ、リーグカードいじらないのもまた醍醐味なんで。ああ、全体的に黒赤ですね。赤黒って感じですね。これマニューラですね。はい。まあ、ジュラルドンなんですけれど。マニューラプレッシャーですね。まあ、私一応これ関東語じゃないんだけど、まあ関東語は読めるんですけどね。ステルスロックから入っていきましょう。このジュラルドンは壁張り型になっております。あとこれ初戦なので絶対乗せます。剣の前。なるほど。待ってくるか。そうだな、どうしよう。まあね、マニューラはこちらに対しての打点が、まあ、辻斬りなら、なり、瓦割りだと思うので、あ、でも、瓦割りはやべえな。そうか、瓦割り持ってんのかな？あ、持ってましたね。やっばいですね、これは。まあでも、まあ仕方ありませんね。リフレクター貼っちゃいましたけど。なるほど、なるほど。どうしましょうか。結構刺さりますよね。まあ徹底抗戦で、たわしされちゃいますか。瓦割り。ごめんな、ジュラルドン。下手くそな使い方しちゃって。そうだな、マニューラ。今、研磨1段階積んでいるんで。まあ、エースバーンで行こうか。なんだろう、瓦割り、辻切り、つぶてみたいな。
これ、マニューラって抜けてんのかな？どちらにせよ、ここはダイマックスして、しないと多分制圧できないので、いや、待てよ。いや、待て。タスキっぽいんだよね。まあ、ダイナックルで行きましょう、ここは。ダイマックスして。お相手さんもダイマックス切ってくるかもしんないですけど。こちらの方が先にダイマックスした。多分してないかな、これ。マニューラの方が早いっけ、確か。まあ、タスキ要因が、先発から出てきたっていうことで、まあ、ステロー自体はあんまり刺さらないんですけど。まあ、こちらの方が上取れてんだ。これは4倍で入るんで、あ、タスキじゃない。はい。とりあえず、こちらの攻撃を上げつつ、後続にも、なんだろう。こちらはエースバンド弾なんでね、後続にも、ダメージ増やして、なんだろう、全抜き体制っていうの。全抜きができる状態になりましたと。これギャラドスですね。ギャラドスは、はい。威嚇なんだけれど、ダイナックルで、まあ、これで、プラスなしですね。ゼロ。ランクが上がってない状態。で、ダイアークが120ですか。ダイナックル。まあ、ステルスロックのダメージも入ってるんですけれど。ダイバーンで行こうかしら。ダイバーンでいいんじゃないかな、ここは。半減ですけれど。半減だけどどうだろう。ダイバーンで行きましょう、ここは。お、ギャラドスのダイマックスですね。これは、ダイストームだっけ？で、天候は雨に変えてくるんじゃないかな。まあ、リュウマイの線はなくなったと、この時点で。まあ、リュウマイしてらんないわな。ダイバーンで、とりあえず、一旦殴らせていただきます。まあ、やっぱね、ダイマックスの戦い方あまり慣れてないゆえ、ちょっと、下手になってしまいますね。まだよくわかんないな、今。ダイストームですね。すまんな、エースバン。よくやってくれた。あのマニューラ何持ってたんだろうな。まあ、ダイストームで、あられじゃない、あられじゃない、雨になるんですけど。よくやった、エースバン。まだ大丈夫かな。玉か玉ギャラか。なるほど。少々厄介ですね。まあ、ですが、ラス1のカジリガムを出していきたいと思います。まだチャンスはあるかな。アクアブレイクでいいんじゃないかな、ここは。相手引っ込めないよな。うん。ダイアース。自信ですね、これは。あらら、体内か。さすが玉ギャラのパワーですね。いじっぱり玉ギャラのパワーかな。対戦ありがとうございました。ちょっと下手くそな戦いでしたかね。ルイさん、ありがとうございました。申し訳ないな、みんな。いや、瓦割り警戒してたんだけど、リフレクターを押した私めの、ミスですね。それでは、ノイさん、よろしくお願いします。わー、ブイズパーティーだ。かわいい。メスとオスがちゃんと分かれている。なんだろう、ちゃんと厳選した、したのかな、これは。すごいですね。ブイズパーティーが何してくるんだろう。ブイズパーティー。どうしましょう。それは、ジュラルドン、エースバーンとカジリアメでいきたいと思います。先ほどと全く同じメンバーで、やっていきたいと思います。ブイズパーティーって何してくるんだろう？どうだろう？ノイさんですね。よろしくお願いします。これシールドの方かな？これって、多分シールドの方だよね。表示されるんだな、ちゃんと。まあね、やっぱ可愛らしいですよね、女の子も。ブースター。ボールもちゃんと厳選していらっしゃる。これは本当にブイズが、お好きな方ですね。非常に相性が悪いっていうか、まあ、相性あんま良くないジュラルドン先発
って出したんですけれど、まあとりあえずジュラルモンのお仕事はステロ巻いて壁張るだけなんで、お願いね、ジュラルモン。ブースターは何だろう、ニトロチャージとかで、素早さ上げたり、純粋に根性型で、根性からの火力、上がって全抜きとか、そんな感じでしょうかね。まあ、ただ、ブースター自体の素早さはあんまり高くないので、どうかなって感じですね。お、いきなり来る、ダイマックス。なるほど。ダイマックスをね、これ切ってくるか、いきなり。これは大番で一気に仕留めてくるっていう魂胆でしょうかね。HP が倍になって、可愛いですね。やっぱ、でかくても。ステルスロック、上はまあ取れてると。まあ、後続の負担、一番効くのが、あ、ナックルか、なるほど。ブースターと、グレイシアだったんですけれど。これは微妙ですかね。ステルスロックがあまり刺さらなくなったと。まあいいでしょう。ここはリフレクター貼って退場しますかね。リフレクター。はい、4枚の分厚いかも。あ、今気づいた。これあれか、4枚なんか5枚なんか ?1 ターン1枚的な。なるほどな。それでも何か4枚だったから、このターン貼ったら終わるから。4枚なんかな、よくわからない。まあ、ナックルで2段階攻撃上がっていますけれど、カジルガムかな、ここは。まあ、ここは幸い、ダイバーンを使ってこなかったってことですかね。天候まだ、なんだっけ、日出入りにしてないってことですかね。ここはダイストームより、ロックの方でいいかな。うん。大ロックで行きましょう。まあ、ジュラルドンより遅かったってことはスカーフではないので。あ、いや、違う。ダイマックスすれば、あれか、こだわり系アイテムは解除されるんだ。まだスカーフの線は残ってるってわけか。まあ、とりあえず、こちらのカジガメもダイマックスします。大ロックしたのは、まあ、砂嵐にできる上、こちらの方が安定かなと。ダイアース?穴を掘るですね、これは。やっぱ、アースか。まあ、今回、ダイマックスしてるんで、まあ、さすがにタイルと言っていいな、やっぱ。特防が上がるんだけれど、特に問題はないかな。まあ、ダイロックで、仕留めていただきます。よいしょ。はい。まあ、とりあえず一匹持っていったけれど、どうだろう。出てくるとしたら、サンダースですかね。うん、サンダースですね。やばいな、これは。まあ、タスキは一応潰れるんですけれど。ダースか、捨てざるを得ないな。申し訳ないな。カジリガム君。同じく大ロックで。まあ、ここは普通に10万ボルトかボルチェン、うん、ボルチェンですね。なるほど。よくやった、カジガム。さてと、ボルチェンしたので、お相手から先に交換してくると。グラッキーですか。ステロがちょっと入る。さらに砂亀も入る。これ結構うまいですね。エースバンでなんとか、飛び膝と火炎ボールで、サンダースとブラッキーは倒せるはずなんで。守る持ってるかどうですかね、どうかですかね。ブラッキーって守る持ってる子もいますからね。一旦火炎ボールで様子見というわけにもいけませんし、どうかな。守るしてくるかな。
あ、でも食べ残しではなかったですよね。じゃあ守るないかもしんないかな。じゃあ飛び膝でぶっ壊しましょう、もう。あ、でも回復木の実という線もありますよ。そもそも当てないとね、これを。勝てえな、ブラキ。ゴツゴツメットとかかな。違う、あくび。はいはいはい。なるほど。なるほどなぁ。あー、砂嵐と、あれが痛いですね。玉ダメな。響いてきます。あくびか。守る持ってんのかな。やっぱ守る警戒しちゃうな。トンボ帰りでいいかな、ここは安定の。持ってましたね、守る。出し方なし。ブラッキーって守るとき、あんな感じなんだ、アニメーションが。意外と用心なんだな。砂ダメでまだ落ちないと。寝てしまうと、エースバーンが。ごめんな、エースバーン。あー、なるほど、あくびか。まあ、お祈りタイムかな、こっからは。まあ、最初のターンは絶対寝てると。イカ様ですね、はい。耐えるは耐えるんだけど、砂嵐でここで収まると。ただ、これはもう、ここで起きたとしても、次のサンダースの10万ボルトとかで、終わりでしょうかね。いやー、でも最後まで戦いましょう、とりあえず。お、優秀優秀。あ、エースワンも、最後まで戦いたいと、感じますね。とりあえずブラッキーは突破できたと。いや、でもこれ10万圏内なんだよな。まあ、サンダースの方が早いので、非常に早いポケモンなんでね、サンダースは。ステロがちょっと入るけれど、意味はないか。火炎ボールで。あれあれあれ、こちらの方が上取れてる。なんだ？あれあれ、サンダースの方が遅いっけ？S に振ってない的な、んなわけないか。あれ、どういうことだ。まあ、ノイさん対戦ありがとうございました。で、負けてたと思ってたのに。あれー、サンダースの方が早いはずなんだけどな。記憶違いでしたっけ。まあ、とりあえず、次行きたいと思います。よし、とりあえず、ビギナーズ級、ランク2になりました。ランクアップ。まあ、ランクアップで BP ゲット。10BB。ちょっとあの、対戦中で、申し訳ないんですけど、私め実は、一つ大事なことを忘れていまして、ちょっとダイマックスレベル、はい。はい。見ての通り、全然来ませんでした。ちょっと、ないぜ初めてなんでね、ダイマックスレベルっていうのを存在してたの忘れてた。では、ちょっと上げていきたいと思います。くっそー忘れてた。これ上げたらレベル上げた後にもう一戦だけやります。はい。よし、それでは上げてきましたので、対戦いきたいと思います。いやー、にしてもね、本当に、あ、モンスターボール級に上がりました。にしてもね、本当に、対戦中に気づいてよかった、本当。BP20 と。これ、上のランクに上がると20なんだな。いや、本当にだよ。忘れてた。なんか、なんだろう。なんで俺気づいたんだろう。なんか急に気づいたんだよね。なんだろう。なんか HP 低くねって感じかな。なんかきっかけあったんですけど、ちょっと覚えてませんね。それで対戦相手の方見つかったんで、よろしくお願いします。ノインさん。ミュイッキュに、誰だお前。名前覚えてない。ごめんね。ドサイドンじゃなかった。ドリューズ、リザードン、ラプラスに、オーロンゲ、かな。それで戦術考えていこう。こちらはジュラルドン。カジリガメ。ボックス内でいきたいと思います。ほう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 。なるほど。なかなか運動性能高そうな女子ですね。オーロンゲ。オーロンゲ初手ってことは、壁張りとかでしょうかね。か、デンジャーとかで、普通に、場を整えてくる。地点作り型ってやつですね、また。壁。
まあ、とりあえず光の壁と、まあこちら徹底抗戦撃ったんですけど、よいしょ、どれぐらい通るかな、半分通る、こちらも半分削られるが、まあ仕方ありませんって。ステルスロックでリフレクター、まあこちらも同じことするんで、はい、リフレクターじゃない、ステルスロック巻いてリフレクター行きましょう。なんか似たような怪獣同士の戦いですが、戦いのスタイルも同じと、似てると。デンジャーですね。なんだろう、あとはソウルクラッシュとかかな。リフレクター、光の壁、デンジャー、ソウルクラッシュ。まあ、リフレクターと。これは単消費が重要かな。リフレクターと光の壁のどれぐらい消費できるか。ここで引っ込めてくる。リザーノン。なるほど。ダイマックスして一気に制圧してくる感じですけれど。はい。まあ、リザードの HP はちゃんと調整してますね、これは。壁も張って。ここは、間違いなくダイマックスしてくると思います。まあ、ここは捨てましょう、徹底抗戦とかで。ダイバーンとかで、まあ、とりあえず太陽にしてくるんじゃないかな。まあ、現在はまだ巨大マックスのリザードも使えないんで、まあ、この普通の大マックスのリザードもかっこいいっすよね。ダイジェット、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。あえて倒さず、とりあえずスガース上げていくと。徹底抗戦で、まあ、こちらは落ちます。だが、これはむしろ、いいのでは？ここは、かじりガメで、いや、あ、かじり、考えます。ここ、あえてフォックスライで行きたいと思います。まあ、リザードンっていうのは、ソーラービームとかも覚えるんですけれど、非常に厄介ですね。4倍弱点のカジラメ、いくら直機を持っているとはいえ、少し不安なので、ここはフォックスライから行きます。ワルダグミ。ダイジェット。まだまだスバース上げてくると。これで2倍か。なるほど。ワルダグミ。ここは大アークでいいでしょう。いや、待てよ。いや、待てよ。いや、待てよ。ここは一回大ウォール挟みたいと思います。ここでリザードンのダイマックス切れるよね、確か。むしろ Z 打ってきたのは、まあ、助かってるというか、どうなんだろう。ダイバーンの方が厄介だと思うんだけどな。天候、日照りにして、一気に制圧できるんで。まあ、ソーラービームも、ダイマックスしてない状態でも、そのまま打てますし、とりあえずダイマックスしたフォックスライで、なんとかいけるかなと。ただ、Z 2回打たれたのは、唯一厄介な点としては2倍。ですね、素早さが現在。相手の方が早いと。ジェット連打か。なんだろう。まあ、これでノーマルリザードになると。日照り状態にも変わんないと、これで。大アーク。ただ、壁張られてるのを忘れずに。大文字。まあ、これは耐えると。特殊は高いので。大アーク。さあ、こちらのフォックスライの、ダイマックスは残り1ターン。この1ターンをどうやって使うか。光の壁がなくなる、ここで。なるほど。このターンだったか。なら、OK と。オーロンゲ。なるほど。
ステロダメージが入って、ここは普通に大アタックでいいんじゃないかな。はい、大アタック。光の壁ないですし、ワルダークに積んでますし、オーロンゲの倒せると。さらにここのターンリフレクターもなくなるので、後ろの火事ガムが出せる場合はまだ、普通の攻撃力で殴れると。バチラゴンか、バチラゴン。はい。氷電気ライブでしたっけか。まあ、ただし、こちら、フォックスライ、軽技で、素早さ2倍。悪の波動で。まあ、上は取れてるでしょう。スカーフだとしても、取れてると思います。なんか可愛らしいよね、ほんと。上半身。悪の波動で、一撃粉砕と。対戦ありがとうございました。なんだろうな、大盤とか使ってきたらまだチャンスあったと思うんですけれど。ノインさん、対戦ありがとうございました。まあ一応壁はあったんだけどね。壁あったから、まあちょっとわかんなかったって感じかな。まあ、とりあえずパート1はちょっと、まだ環境慣れてない上にパーティーも実は、初めて使ったので、いろいろと、下手くそな部分やね、全然経験がない部分がちょっと出てきましたけれども、ね、よしかったらね、次回も見ていただけると嬉しいです。まあ、今後ね、パーティーコロコロ変えつつ精進していきたいと思います。パート1はここまでになります。ここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。よしかったら高評価、低評価、チャンネル登録などもお願いします。それでは次回またお会いしましょう。年明けでした。さようなら。どうも、皆さん。昨夜です。このシリーズもやってきました。昨夜のまとめコーナー。このコーナーでは動画のいいシーンや反省ポイントをまとめていきます。ゆっくりボイス嫌いな方はごめんなさい。さて、1戦目。ダイマックスエースバーンとダイマックスギャラドスの戦い。ダイバーンで天候を日照りに変えたのはいいもの。ギャラドスの大ストームを耐えず。調べたところ本来なら絶対に耐えるはずの攻撃でしたが、皆様ご存知で、ちょっとダイマックスレベル全然上げてませんでした。ちょっと本来なら勝てたかもですが、何はともあれ負けは負けですね。2戦目はあくび最速起きと、なぜかサンダースの方が遅かったので勝利できましたね。3戦目は本来このパーティの動きができてよかったです。ジュラルドンで壁を張り、フォクスライが積んで全抜きしていくスタイル。今後の相手さんにも通用する戦術かどうかはわかりませんが、ウプ主はもっと上手くなりたいと思ってます。最後までのご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、意見などもお願いします。